そしてこの工場団地から出る排水、家庭下水を完全に処理する汚水処理所が一番最初に完成した。新しく開発される町、団地、コンビナートがいかにあるべきかをここは我々に教えてくれる。玩具団地の朝の仕事は早い。ここのもう一つの特徴は保育所の経営である。友稼ぎが多いこの団地で働く人のため、またパートタイマーで働く人のため立派な保育所を作った。自転車で、歩いて、バスで、子供を預けに来る人々で大にぎわいである。今ここでは約60人の子供を預かっている。将来団地では厚生福祉施設の充実を深めていく予定だという。おもちゃの町の仕事が始まる。若い人がデッサンに取り組む。さまざまなデータ、アイディアをもとにして一つの絵にまとめる。こういう絵をもとにさらに詳しくアイデアが練られ、精密に描かれる。技術的にも解明され、製品化の道が開かれていく。